さあ、最後にですね、飯尾ゼミ紹介の最後に、ざっくりした活動の紹介と、まあ、その他の連絡ですね、そういったことを紹介しましょう。ちょっと楽しい話題もあります。じゃあ、資料次のページに行って、まず、いろんなですね、面白いおもちゃがあります。研究で使えるガジェットいろいろということでね、3D カメラがあったり、ちょっと古いんだけど、3D カメラとか、リープモーションっていうのはですね、まあ、これも赤外線かなんかでこう手の位置やなんかをね、把握して、まあ、3次元の情報を取れる、そういったデバイスですね。それから、筋電位コントローラー、マイオ。これも、まあ、ちょっと遊んでみたけれども、なかなか実用、これな、どうやったら実用になるんだろうな、ということで、まだね、実際の研究には生かしてはないんですけど、まあ、ぜひこれもね、うまく使うと、面白いことができるんじゃないかな、という気がしています。どういうものかというとね、ここの、手のここにガバッとはめて、そうするとね、手の形、例えばチョキとか、まあ、まあ、グーとかパーとかね、あるいはこっち、こう、いろんな、この手の形を、この筋、ここのね、結局指のこの筋肉っていうのは、全部こう、腱でつながっていて、この、なんていうんですか、このね、肘から先、ここの筋肉で指を動かしていますので、そこのね、筋肉が収縮したり、あるいは伸びているなんていう情報をですね、これ360度巻いた、その筋電位のセンサーで取るとですね、この手のひら、手先ですね、手先がどういう動きをしているかっていうのをこれ計測することができるんですね。で、まあそんな装置、です。そんなのを使ってですね、なんか面白いシステムができるかなっていうのがありますね。あとは、前の方にキネクト互換品。キネクトはね、もうあちこちで使われているので、これはもうほぼ実用化してきてるとは思いますが、まあこれも3次元の情報を取る装置ですね。これで、しかもここには出てませんが、キネクト本体も持ってます。箱から出してなくて未使用のやつがあります。キネクト本体、ただキネクト本体はちょっと電源が必要なので、このキネクト互換品はですね、USB でつなぐと USB バスパワーで、そのままね、電源つながなくても使えるというメリットがあります。これも以前ね、学生に貸し出しをして、で、まあ、ちょっと、まともな卒論には残念ながらならなかったんだけど、3年生の時にゼミ論を書いて、通りすがりの人間の数を計測するなんていうのに挑戦をした人もいました。まあ、ハコスコとかね、ハノイの塔とか、まあ、まあ、この辺はまあ、どうでもいい話で、あと、iPod もありますし、3D プリンターね、3D プリンター、実は、大学 ITL にも、まあ、まだ、ちょっと設置されてないという噂の 3D プリンターありますが、私のところにも 3D プリンターの組み立てキットが手がつけられていない状況で、塩漬けになっています。なので、この 3D プリンターの組み立てに挑戦をしてみたい人、これもうゼミ生じゃなくてもいいです。それだけやりたいという人でもいいですよ。それだけやりたい人はぜひ遊びに来てください。あとね、まあさっきもちょっと言いましたけど、アイトラッカー。これはまあ研究室に導入というよりは、行動観察室ね、あそこに導入されるものですが、まあ行動観察室の管理は私が、まあ担当しているので、まあいろいろ使えそうだよねっていうことですね。はい。ということで、ざっくりした活動予定ですが、まず2年生の後期演習1では、テーマ探しとコミュニケーションスキルの養成をするというようなことを考えています。後で詳しく紹介しますが、2年の最後の春休みに、サイゴン合宿、まあ、ホーチミン合宿ね、ベトナムのホーチミンに行って、現地の学生と、グループディスカッションなり何なりを中心とした、まあ、ガチのワークショップ、2日間ね、朝から、まあ、晩まで、まあ、現地学生と英語でコミュニケーションを取るっていう合宿を、これは一応予定をしているんですが、現在のこの状況なので、ちょっとこれどうなるかわかりません。予断を許さないところなので、ひょっとしたら実施できないかもしれません。まあ、実施できないときはちょっと代替としてですね、次の年の夏にやるか、まあ、ちょっとこれもですね、調整、現地とね、とりあえずやりましょうっていうか、今までずっとね、実はやってきていました。文学部のプログラムのですね、グローバルスタディーズっていうプログラムでずっと5年間やっていて、去年はですね、私が ITL に移籍した関係で、ちょっと一回中止になっていたのを、また再開しましょうねっていう話だけはついています。その話の調整をするために、去年の暮れですかね、
2019年の12月に、まあ、ホーチミンに行って現地のカウンターパートと相談をしてですね、でまた再開しましょうねっていう話は実はしてたんですが、ちょっとその後ですね、この新型コロナウイルスの騒ぎが出てきちゃって、残念ながらというか今ちょっと止まってるんですけど、まあこれをなんとかしたいなと思っています。で、3年生の演習2と演習3ですね、これはシステム構築を検討したり、あるいはコミュニティ活動に参加してもらうとかね、いろいろちょっと考えています。オープンソースカンファレンスのイベントの手伝いするなんてのもちょっと面白いかなとは思いますけど、まあいろいろそういうですね、対外活動も含めて、学んでいきましょう。そして演習4、演習5ですね、4年生の前期後期ですね、4年生の前期後期はこれはもう卒論の執筆と、ね、卒業研究をしてください。卒業研究、まあ、3年生のこの2と3の時にね、その卒業研究に向けた準備をするなんていうことを、まあ、用意周到な人は始めてもいいかもしれませんね。これまでの例で言うとね、ウェブアプリなんか作って、で、それでデータ取って卒業してったっていう例もありますが、彼らもね、彼ら彼女らも2年生の時から、3年生か。3年生の時から簡単なね、修作を作って、で、それをどんどん大きくしてったなんていう、そんな用意周到な例もあります。